はこちら、こんにちは。新品を使ってコスプレイで6回フィーバー症からスタートしていきます。これ激ムズですね。全部クリアできるでしょうか。いけるところまでいきます。はい、ではまずはメリーポピンズでいきます。メリということで、8回フィーバーが取れました。はい、続いては1プレイでスキルを7回使おうですね。どれがいいかな。多分じゃないかなと思うんですけど、なんか発動するまでの数が少ない気がする。メリWhat?
とギリギリだった。140個消そう。これもこのままいこうかな。でこれは使います。リリっていうことを考えずにまとめることだけ考えていきたいと思います。
種類数削除を使っていきます。そうすればいけるはず。さあうまくできるかな。これでいけるかな。これもやっぱりいっぱい消せた方がコインが出てくるので、これを使っていきます。
からつくのかな、どうなのかな。よし、クリアできた。セーフでした。はい、続いては一プレイで 530XP 稼ごう。これは結構いっぱいつけちゃえ。Thank you.
頑張ってやっていきたいと思います。今月のシーズンを使って2000万点稼ごう。これはもう時間ありきですね。はい、頑張ってクリアしてしまいたいと思います。ということで無事クリア。貴重なスキルチケットをいただきました。はい、ということで全部のカードが集まりました。はい、頑張った。こちらエッグハントの残りをやっていきましょう。プラチナピンズを目指して、はい、残ってるところ簡単のあと 20% と難しいの半分、そして激ムズのちょっとですねクリアしていきたいと思います。はい、
ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。